こんにちは、です今日も前回に引き続き「逆境を乗り越える」というテーマでお話ししたいと思います。人生の中では自分の思い通りにならないうまくいかない失敗ばかりもうどうにもならないというような「逆境」というねシチュエーションがあるかと思います。四面か、か孤立無縁どうしたららいいかからないわなそういうことがあるかと思います。 そんな時ですね、どうその逆境を乗り越えたらいいかこう考えてみてください自分にはそれでもまだ感謝できることが山ほどある感謝できることが山ほどある、ね、例えば今屋根のある家に住むことができている暖かい布団で寝ることができる 毎日何か、ね、食べるものがある清潔な水は飲み放題、ね、えこういったごく当たり前に思えるようなことかもしれませんがそれでも世界の、ね、半数以上の人から見ればもっとですね3分の2以上の人から見れば本当に羨ましいというようなこと、ね、えこういったことが我々はね、えーまあ、ほとんどね ほとんど 99. 何の人がね、えー、ちゃんと享受することができている。ね、え少なくともえそういったこと、ね、屋根のある家、ね、暖かい布団で寝ることができる、毎日食べ物がある、清潔な水を、ね、いくらでも飲むことができる、ね、その他にも、えー、好きな時にね、こうやってインターネットの、えー、番組を見ることができる、ねえー、あるいは、えー、食事を作ってくれる人がいる。ね えー、食事を作ってくれる人がいなくても自分で食事を作ることができる、ねえー、家族がいる、ね、素晴らしい家族がいる、えー、そういうふうに思ってなくても例えばねその家族、えー、全員ね誰も世間様に迷惑をかけるような人はいないとかね、えー、感謝できることいっぱいあるかと思います、えー、そういったことを一つ一つ、ねえー、しっかり、えー、胸に刻んでですね 自分は恵まれてるなと感謝するようにしてくださいねえー、食べ物がある、ね、素晴らしいことですねえー、水を飲むことができるねえー、暑さ寒さをしのぐ家に住むことができているね布団がある、えー、みんな素晴らしいことですね、えー、そういったことを一つ一つ、ね、今まで当たり前に思っていたこともしっかり感謝するそれによってですね 今まで自分が逆境と思っていたことも案外そうでもないかなというふうに思えるようになります。今日は「逆境を乗り越える感謝編」ということでお話しさせていただきました。